身体的に過酷な状況、ハードな運動中ではよく心を客観視できる良い瞑想状態のように慣れたことがあります。しかし普段座って目を閉じて瞑想するとき、眠たくなることがよくあります。眠たくならないための対策、または座ったり目を閉じないで良い瞑想法はありますか。あ、これは目を閉じなければですね、瞑想にならないってことはないです。だからまあ座禅なんかは目を完全に閉ざず半眼ぐらいにしますね。でそれから眠たくなるっていうのはですね、やっぱり飽きちゃうと眠たくなるってね、あの行法をですね、瞑想法を変えていくっていう手があります。マントラ瞑想をやって、その後心の中の瞑想をやって、眠たくなったらマントラ瞑想をやって心の中の瞑想をやって、で座法はですね、基本的に、まあ、座法を組んでも組まなくてもですね、こうやって手をこう前で組んで合わせると集中が高まって眠気がなくなりますが、しかし手を下ろしてさらに開くとですね、だんだん眠たくなる。だから緊張が強い時はこうやって開いて下にしてください。で眠気が強い時にはこうやって、さらに言えばこうやってっていうような感じですね。で目は当然ですね、眠たい時には閉じたら眠たくなりますから目を開いた方がいいと思います。逆に緊張が強い時は目を閉じても大丈夫だと思います。緊張が強い時にそれを弛緩させる方法、弛緩、眠気が強い時にそれを緊張を集中させる方法、まあ、があります。まあ、そういったことはより詳しくは指導医の方にお聞きいただいたらと思います。瞑想のテクニックですね。ただ先ほども言いましたけど、瞑想は複数持ってた方が続きます。まあカードをたくさん持って変えた方がですね、一つの瞑想をずーっとやれって言うと初心者の方はかなりきついんじゃないかな。いろいろ瞑想を変えていくと、まあ飽きが、自分の飽きる心を騙すっていうんですかね、自分の煩悩を騙すっていうんですかね、そういうやり方はあるとかね。